ミスとアホとバケモンとあと大事ですね、はいはい、大手地上波メディアのやらかしをファクト、常連だなこれ、はい、ファクトチェックさせていただきたいと思います、はいはい、それでは今回の BTO のラインナップですが、まずミスとアホとバケの皮、ミスは青木氏&玉川氏2トップ、アホはサンモニあの名刺会社が無責任発言で炎上というねそして最後化けの皮は番組独自ダネでございます、はい、常念司さんの特ダネ、 NHK 福島共産党の常套手段に乗っかるとありますが、はい、では今週こちらの番組に審議入りしていきたいと思います、はい、常念さんと健人さんにはいつもの3段階でねご評価お願いしたいと思います、はいはい、そして視聴者の皆様にももちろんご参加いただきたく存じます DHCテレビ公式サイトの虎ノ門ニュース、アンケート欄に随時ですね、勝つかやや勝つか逆にあっぱれ3つのボタンを用意させていただいております。これはもうとんでもないよと、あまりにも報道の変更がひどすぎる、うんうん、情報操作だと感じられた場合は勝つ、うん、やや問題なんじゃないという場合はやや勝つ、そしてもうひどすぎるレベルがもう振り切れすぎて逆に潔さすら感じられた場合はもう逆にあっぱれだなと、以上3段階でご評価をお願いします、はい、お二方もよろしくお願いします、はい、ではまずはこの番組からいきましょう、ドン、はい、はい、テレビ朝日、人気番組羽鳥慎一モーニングショーを審議入りいたしましょう。こちらですね、7月7日に放送されたテレビ朝日羽鳥慎一モーニングショーで PCR 検査の話題になった時の青木修さんのコメントに注目してみました。青木頑張れよ、はいはい、頑張れ青木、はい、青木さんこうおっしゃってます。僕が今悩んでるのはリモートでできない取材、どっかに取材出張に行きたい時に検査が気軽に受けられれば100歩譲って実費でも構わないですよ。陰性だと分かれば僕が感染源になる不安を払拭していけるし、でそれがないからみんな閉じこもって結局出張にも行けない、夜の街にも行けない、で不安だからとにかく閉じこもってシュリンクする、どんどんシュリンクして結局みんな死んじゃうんだよねってなるわけで僕はフリーランスですけども今検査してくれるんだったらすぐしますよ。もし陽性だったら2週間隔離するって自分でやりますから、せめて検査だけでもさせてくださいって思っている方結構多いんじゃないかと思うんですけど、と発言なさっています、はいはい、シュリンクした方がいいんじゃないのそれ、はい、青木さんはシュリンクした方がいいかもしれない、うんねはいはい、でこの件につきまして、この発言に関してですね、ネット上ではこのような声が一般の方から上がっているそうです。自費でやってくれる病院いっぱいあるんだから毎日やればいいじゃん。そうだよ、その通り、うん、検査してくれるクリニックたくさんありますよね、うん、素人同士が語り合っても信頼性はゼロこんな番組は見ない方が良いか、これ勝つね、こう、このようなリアクションが一般の方々からは寄せられているんですね、うん、青木多分これ見てると思うんでちょっと教えておきますけど、はい、報道ジョネーションにねよく出ていただいている有明子どもクリニックの小暮先生のとこね、はい、あそこ抗体検査やってるんで、言っとくから青木行くっつって、はい、お前自費で行けよな、マジで。そうだよ、ジョネさんが予約入れられますか。俺は予約入れてあげるからね、そうそう、いくらでもお金払われるんだからね、ね、でそのね、もう意味軸もね、ただこの発言の中でねポイントはね、はい、僕はフリーランスですけれどもと、ね、これは生活左翼って意味ですよねそういうことだよね。僕はフリーランスなんで全力でこの番組の方針に寄せたコメントをしてみたんですが、不発でしたと、はい、この勝つっていうのは、はい、青木お前何やってんだと、そんなんだとお前ポジション失うぞと、今もう玉川って正社員がね、もう派遣に対するそのもう官僚の民業圧迫みたいなことやってんだから、もっとリスク取んないと、はい、ね、もう PCR 検査30秒に1回ぐらいは受けないと不安ですよねぐらい言わないと、45秒に1回でもいいですよ、それぐらいのリスク取らないと、もうこいつバカじゃねえかみたいなこともやっぱリスク取って言うから、青木はバカだけど、俺らのこと忖度して3倍ぐらい付加してくれるから使ってやろうってなると思うんですけど、こんなわけわかんないこと言ったらね、お前もうやばいぞお前本当。青木さんは、うん、自費で受けられるところがあるとは知らなかったですか。知らなかったんですかね。なんだそれ、うん、それジャーナリストっていうの。まあジャーナリストだってそれぐらいのことを調べられるじゃないですか。まあフリーランスインターネット開いて検索すれば出てくる、まあ、フリーランスなんでね、僕は派遣いじめみたいなことしたくないんでね、あえてこれ励ましの勝つですよ、もっと頑張れ青木と、はい、うん、何ひよってんのと、あくまでもね、あくまでも、検査ちゃんと受けてきてください。結局みんな死んじゃうんだ
だよねっていうのはちょっとひどすぎませんか。あとね、ひどすぎですね。あとすいません、あの前提をひっくり返すようなもうぶっちゃけ言いますけど、あの PCR 検査受けて陰性になっても陰性証明ならないからね。そうそう、そのまず根本的なことをこの青木は、その時点でのテストではそういう結果が出たっていうだけの話よ。そうそう、青木くんはその基本的なことが分かってないんじゃないかと思うんですよ、うん、その時点では、ウイルスの、まあ、その残骸、はい、もしくは、まあ、活性化してるものか分かんないですけど、その、まあ、プライマーと一致する型は発見されませんでした、そういう反応がなかったというだけの話で、うん、仮にその PCR で陽性になったとしても、とっくに治ってて残骸を見つけただけかもしれないし、はい、それはお医者さんの診断を受けてみないと分からないですよ、うんね、でジャーナリストだったらさ、俺経済評論家だけどさ、これぐらいのことは普通調べて言えるはずなんですけど、何ですかこれ、死ぬんですか俺たち。シュリンクして結局みんな死んじゃうって、何言ってんだろう、死んじゃうんだよね、まあ、まあちょっとあまりといえばね、あまりね、本当ですよね、もう少しこれね変ですよ方が、ねね、はい、シュリンクってほらあのこの本をほらなんかあのビニールみたいなのでこうパウチみたいにしてあるんですよ、あれシュリンクって言うんですけど、ね、ああシュリンクあまりこういうかあのカタカナ横文字を使い慣れてないもんですからね、あの、いや小池さんが知事になったからちゃんと横文字を覚えた方がいいよ。はいですね、はい、勉強しましょう、はい、はい、そして、もう一つモーニングショーから、ツートップといえばね、はい、これまたもう早くまだ出たんだ、番組の看板でいらっしゃるんですよね、はい、正社員、はい、玉川徹さん、はいはい、こちらのボードをご覧いただきましょう。東京都で、陽性者7929人のうち、あれ27人になってますけど、29人のうち479人を入院療養等調整中と分類、宿泊施設などの確保を調整と、このうちの479人についてこのうちの多くと連絡が取れない状況になっているという、政府関係者のコメントですね、うん、この情報を受けまして、番組内で玉川徹さんが、連絡が取れないって人がいっぱいいるって、新型コロナは指定感染症で原則入院だから強制力を伴っているわけですよ、病院がいっぱいになったからしょうがないから療養施設とかね、自宅待機ってことも増えてきたんだけど、連絡取れない状況ですで済む話じゃないんですよ。そこはやっぱりある種の強制とある程度の私権が制限されても何らかの保障がつくっていう、そういうふうな法律を作らなきゃいけないんですよ。そういうふうなことを国会で話をしなければいけないはずなのに、今国会閉まっちゃってるでしょ、通年でやれっつーの。何言ってんねん、ね、相当お怒りの、ね、国会はやりすぎですよ今、はいはい、そんなに長くやらなくていい、そしてこのオチが衝撃です、まあ、はい、ここまではね、まあ、大体玉川さんいつもこういうふうに怒ってらっしゃる方のようですが、はいはい、この放送の後ですね、小池都知事が、はい、会見でこのように発言されたそうです、はい、朝の情報番組で400何十人が不明というような言い方をされていたような、そんなことはありません、今日の時点で連絡取れなくなっている方はお一人です。一人かと小池都知事が、これかわかわ、来年したそうなんですけども、いや来た方いかがでしょうか、はい、いやこれはね、あの、まあ、これなんでちゃんと調べなかったですかね。いやもちろん調べるわけなんかないじゃないですか、テレビ朝日ですよ、いやいやテレビ朝日が調べて報道なんかしてるんですか。だから政府関係者って言ったでしょ、はい、政府関係者といえば小池さん以上の人はいないじゃない、東京都ではね、東京都ではね、情報源としてはそういうことになるんですが、はい、ちゃんと調べてないよ、ちゃんとは、いやあのね、これ何がすごいかっていうとね、はい、あの全く調べてないっていうこともそうなんですけど、これはっきり言って謝罪もんですよ、うん、まだスルーしてますよね、うん、そうですそうです、これちょっとこの情報を知ったからには私はあのちょっと朝日新聞グループ代表して謝罪しなければまた関連団体ですか、謝罪に追い込まれ、もう常連さん、関連が、はい、関連団体としてね、はい、もうあの俺はもう今謝罪に追い込まれたなって思ってるんですけど、はい、その追い込まれ感がないこのドヤ顔、はい、これですよ、うん、これこうじゃなくちゃこれね、あのちょっとあの数字を間違えたんじゃないですよ、はい、もう根本から話自体が嘘だった、ね、そうですね、うん、はい、だからまあ批判のために、はい、あのまあ、批判する口実を探して、まあ、その情報をですね、はい、まあ、曖昧なところは全部悪い方に解釈して、まあ、コメントされているということを自ら明らかにしたという点であっぱれなのと、はい、まあ、あとはこれですよね、本来青木に期待されているのはこれぐらいのリスクテイクなんですよ、
でそれをそのね正社員である、はい、玉川さんリスクありますよ正社員で、一回ね謝罪させられたりとかもしてるし、ねもう袋叩きですよ、はい、でもこれやってくると、あっぱれじゃないですかこういうアホなやつがいてくれるから助かるんですよ、でも今のね折島さんの読み方がすごく玉川さん の、はい、あの言い方に近かったよ、似てましたか、それ真似しようとしてました、なんか結構似てましたよ、あそうです、演技もうちょっと気合を入れればそっくりになりますか、火曜サスペンス劇場みたいな、次回期待しよう、犯人はあなたですみたいな、まだ研究の余地がありますね、常念さん、いはい、常念さんの判定は逆にあっぱれ、ケントさんはストレートにカスとなりましたね、はいはい、ちなみに先ほどのね、青木治さんの発言は、あの常念さん、ケントさんともに勝つと、はい、ダブル勝つになりました、はいはい、さあ、やってきましたが続いてはですねこちらですよね、はいドン参りましょう、もうこちらもおなじみの番組 TBS サンデーモーニングを新入りということで、これはミスに続くアホということなんですが、こちらですね、7月5日に放送された TBS のサンデーモーニングなんですけれどもね、はい、熊本県や鹿児島県などを襲った記録的な豪雨、令和2年7月豪雨の報道を受けた司会者の関口博さんの発言が多くの批判を招いたそうです。まずは一般の方の代表的なツイートをご紹介いたしましょう。無責任です。過去の三森の脱ダム宣言大絶賛は日本の長期治水計画に甚大な影響を与えました。今回の被害を拡大させた川辺川ダム中止もその流れですというね、コメントをツイッターでねなさっている方がいらっしゃるそうなんですが、これはズバリジョネさん2009年の民主党政権のもの、はい、そういうことですね、あの、まあ、民主党政権プラス、はい、そのまあね田中康夫さんの脱ダム宣言、これがまあ影響しているということですね。であの治水の問題を考えるときに、ね、やっぱりもうあのコストパフォーマンス見ればいいと思うんですよ、はいねまあ、私は経済評論家ですから、ねでそのコスパ、ね、計算するのちょっと難しいんです、はいはい、なんでこういう時は、ね、天才が計算してくれてますので、高橋陽一先生がです、ねこのまあ治水に関してです、ねまあ、そのコストパフォーマンスね、いろんなオプション、それぞれどういうふうになるかというのを、ねはい、並べてらっしゃいますので、はい、これちょっと、ね、見ていただきたいんですよね、ちょっとその高橋さんの試算といいますかね、はい、出されたこの数字というのをデータ見てみましょう、はい、ダムによらない治水方法あるにはあるが…点点点となっております、はいはい、ダム以外の治水方法として遊水地、はい、放水路、隠堤、川幅を広げるということですよね、はいうん、これらのですねあそして堤防のかさ上げ、はい、失礼しましたこの4つ、うんうんこれらが完成までに要する費用というのがこちらありまして、はいこれがですね遊水地の場合が約1兆2000億円放水路ですと8200億、うん、隠堤が8100億円そして堤防のかさ上げは約2800億円とそれぞれなっているんですが、うんはい、これが完成して効果を発揮するまでに要するおおむねの工期というのがあるんですね、はい、それが110年100年すごいでしょこうもコスパ超悪いんですよ。最も短い放水路で45年ですか。そうですね。隠堤に至っては200年。200年です。はあ。だから江戸時代ずっと川の工事ばっかりしてたじゃないですか。それはこれですよ。ダム作れないから。一番下のなんだっけ、かさ上げ？はい。これが95年。それもやめさせたんでしょ。民主党政治も堤防を上げるのを。だからこの間。二子玉川が浸水しちゃった、まあ、あれはあの地元でねあのまさに世田谷区なんで、世田谷自然災害区の皆さんが景観を壊すなという、ね、そうですね世田谷自然災害区の皆さんが反対したらしいですけどね、あ、そうだ、そういうことか、はいはい、でこれを踏まえた上で、はい、じゃあ川辺川ダムを開発したらどうなったのということになりますと、残りの費用約1200億円、うん、安い、残りの工期は、ね、至っては約10年そうなんです、うん、まだ僕生きてる、はい、以上が高橋陽一さんが試算された九州水害であらわになった民主党政権ダム建設中止の大きすぎる代償からのデータとなっております、うん、でこれ BYC を出してみれば、もうあの計算するまでもないですけど川辺川ダム作るのが一番コスパいいですよね、うんうん、だからそれを最初からその、ね、政策オプションから除外して、はい、治水をやるってことがいかに愚かなことかと、まあ、さっきのだから消費税減税を除外して、それ以外の政策で経済対策ってやることがいかに愚かかっていうのと非常に通じますよね、うん、そういうことですね、はい、はいでイデオロギーがいけないですよね、はい、でなぜこんな、ね、その無責任じゃないのかと一般の方からのツイートを招いてしまったのかという関口さんの発言がこちらですね、
数年前から梅雨時は豪雨が怖いと言われてきましたけど、やっぱり出ちゃったね。何言ってんのお前。出ちゃったなんだ。お前何言ってんだ。雑談も言ってたくせに。これ、まあ、これさ、さすがにね、あの被害者が出てるんだからこういう。こいつ何言ってんだ。こういう軽い発言もない、いかがですか、ケンさん、ジョネさん。いや、もうダメだ。ややかつか、逆に酔っぱれか。勝つだと思う。はい、ジョネさん勝つ。ケンさんも勝つ。ダブル勝つ出ましたね。この関口さんの、ね、コメントにさらに、サンデーモーニングのコメンテーターの皆さん方はこういう反応をなさっています。かるのかる、はい、毎日新聞論説委員の本村由紀子さん、そして、日本総合研究所会長の寺島実郎さんがこのようにおっしゃってますね。1時間に50ミリを超える雨量の発生回数はこの30年間で 1.4 倍に増えている。日本では浸水想定区域に3500万人が住んでいる。日頃から浸水の備えが必要だ。関口さん、これを受けてそうですね。寺島さん、流域の治水力、保水力が落ちてきていると。寺島さんがこうかぶされていらっしゃいます。治水力、保水力って言葉がよくわからないですけど、その定義がね。要はその森林がなくなってみたいなこと言いたいんだと思うんですけど、これ嘘ですからね。日本は今ね、森林飽和の状態にあるんですよ。むしろ。それは何でかというと、かつては、ガスとかなかったですから、燃料は薪だったでしょ、そうするとね、里山ってどこ行ってね、まあ、木取っちゃうんですよ、いっぱい。そうするとね、明治のね、初期ぐらいの時のね、日本の山の風景の写真見るとよくわかりますけど、これフィリピンみたいな感じなんですよ。フィリピンかインドネシアかみたいな、要はね、焼き肌農業の跡みたいな感じで、延々続くハゲ山みたいなのが広がってるんですよ。で、多少名残があるかなと、木枯らし紋次郎ってドラマってありましたね。あれ結構ハゲ山みたいなところで撮ってましたよね。 あんな感じだったんですよ、日本の森林って、で里山って言われるところは要はハゲ山なんですよ、で、その里山よりももっと遠いところが奥山って言って、そこに野生動物は住んでたわけですよ。で、里山何も食うもんないんで出てこないと、で、それがもう里山で誰も燃料取らなくなったんで、木がブワーって茂っちゃって、今日本は本当にね、過去最大にも木伸びてるんですよ。だからその緑が減って保水力なんていうのは全く嘘で、逆に今緑めちゃめちゃ増えてます。そうですね。で、その緑が山なんか見当たらないもんね。そうです、そうです。で、里山っていう緩衝地帯がなくなったんで、だから野生動物も里まで降りてきちゃうんですよ。繋がっちゃったから奥山と、まあ、そういうことなんですよ。これ有名なね、森林飽和というね、ちょっと作者忘れちゃいましたけど、森林飽和ってもうそのものズバリの本があって、ぜひこれをお読みいただきたいんですけども、はい。まあ、だからこの保水力なんて言い方もね、極めていい加減ですよね。はい、雰囲気でなんか喋ればいいんですかね、サンデーモーニングで。俺もやってみようかな、なんかやりません、虎のもんでもね、サンデーモーニングもどきみたいな雰囲気で喋るみたいな、ランドデーだ、これは多分火星人の仕業ですね。じゃあ私もちょっと関口さんに寄せなきゃいけませんから、もうちょっと広くしてね、まあでも先ほどの高橋さんの試算によるやっぱ川辺川ダムのね開発、1200億で残り10年ですか。そうですよ、これも見れば一目瞭然じゃないですか。こっちのコスト単純にね、比較しちゃうとね、だってもう工期が全然違いますもん。放水量やるだけでも4倍ぐらいかかるんですよ、時間が。この中から選ばないんだったら、要は何もしないっていう話でしょ。そうっていうか、というか高橋先生曰く、仮にね、これじゃあ隠蔽でやりますと、隠蔽でやりますとか、もしくは遊水地でやりますっていうこういう判断をしたとしても、100年とか200年じゃないですか、で、知事の任期なんて4年ぐらいでしょ、そうですね、ね、そうするともうこれ何もやらないって言ってることに等しいじゃないかと、はい、そうですよね、高橋先生はおっしゃってて、まさにその通りです。ですね、はい、だから数年前からね、梅雨時は豪雨が怖いって、そうじゃねえんだよ、もっと何百年の単位で考えなきゃいけない、ね、でそれをだから10年のその工期で、その何百年の治水ができるんだったら安いって考えた方がいいじゃないですか、100年ほっとくんですかと、その間に何回も何回もやりますよ。でちなみにこの雨もね、まあ後で三峡ダムやるかもしれないですけど、これもなんかね、インド洋の海面水温の上昇がどうも原因っぽいのね。昨日日経新聞出てたんですけど、はい、八重洲ウィングラボでもこれ出したんですけど、まあ、その海面水温の上昇が何によるものかってことはあえて言わないでおきましょう、いろんな説があってね、まあ、そういうね、会議論の方も、僕も昔会議論でしたからね、はい、まあ、今いますけど、でその海面水温が上昇してしまうことによって太平洋高気圧のパワーがね、そがれちゃうらしいんですよ、なので梅雨前線を上に押し上げる力が弱まって、そんで梅雨が長引くと、で、今だから四川省で死ぬほど雨降ってるのもそれが原因らしいです。これね、武田先生に確認したいな。そこはまたいろいろご色になるかもしれませんが、サンデーモーニングのでは審議入りを終えてですね、ラストは、まあ、はい、化けの皮ということになりますが、常念さんの特ダネです。 NHK 福島共産党の常套手段に乗っかるという話題なんですが、NHK 福島浜中アイズトゥデイという番組なんですね。こちらを審議入りしたいと思います。
はい、虎ノ門ニュース7月15日水曜日の放送回でのおさらいになりますが、福島第一原発にたまるトリチウムなどを含む水の処分方法について福島県の若者グループ DAPPP と書いてダッペが国民の理解が進んでいないとして海などへの放出に反対するデモ行進を行ったという NHK の報道を受けてですね、常念司さんがこう指摘されました。実はデモを行ったダッペの代表佐藤大河さんは日本共産党福島県委員会の政党職員、2015年の安保法制に反対したシールズもどきのダッペという団体が処理水を放出するなという運動をやって、それがさも一般市民であるかのように NHK がろくに取材もしないでニュースを出し、しかも14日には NHK 福島で特集まで組んで放送していたというわけで、はい、ここにね、政治資金収支報告書はい、はいはい、日本共産党福島県委員会ありますよね、はい、でここにね、献金した人のリストがあるんですけど、はい、ここにね、はい、佐藤大河さん、カメラさんアップになりますか、はい、はい、佐藤大河さん、はい、入金されてますね、お金ね、はい、でこれね、私篠原丈一郎さんに鑑定を依頼したんですよね、はい、したところこの金額がちょっと変わってるでしょ、はい、金額はね、うん、少し変わりますよね、動いてますね、5200円の時と3000円の時とだ、そうですね、ボーナス月が多いっていうことですね、なるほど、ああなるほど、はい、はい、で、そこから読み取れる、はい、政党職員は基本こういう上納金をやってるらしいので、もう完全にこの人はもうあれですねと、専従ですねと、はい、篠原さんの鑑定では専従職員ということですので、まあ、一般市民というふうに紹介するには非常に問題のある立場にいらっしゃる方で、ね、逆にね、共産党はじゃあそういういい活動をやってるんだから、うちの職員がこんな運動をやってますって宣伝すればいいのに、なんで隠すのって、そうね、ね、で NHK もこんなのね、インターネット上で転がってますよこんなの、調べればすぐ分かるじゃんと、はい、市民団体って言ったら後ろになんか糸引いてる過激派がいたりとか、特定の政党とか宗教団体ないかどうかちゃんと調べるべきですよね、なんで調べないのと、ね、これ高須さんという、ね、女性記者らしいんですけど、NHK 福島のというわけで、今回はですね、先週常念さんがおっしゃられたようにダッペというグループの活動を一般市民であるかのように伝えたという NHK 福島で組まれた特集のその中身がどうだったのかというのをね、細かく見てまいりたいと思います。NHK 福島の浜中アイズトゥデイ7月14日火曜日放送回の検証報告です。男性アナウンサーが続いてリポートです。おととい JR 郡山駅前で県内の20代から30代の若者たちが集まり、ある集会が開かれました。女性アナウンサーがこれを受けてテーマとなったのは中略福島第一原発をめぐるあの問題についてでした。ここで VTR に移ります。ゴーストバスターズのテーマ曲を流して行進するデモ隊の様子が映され、ここに高須さんという記者の方のナレーションが、かぶされます。ビート弾ける音楽ポップなプラカード、おととい郡山市で行われたデモ行進です。主催したのは県内の20代から30代の若者たちで作るグループダッペ、中略トリチウムを含む水の処分方法を決定しようとする政府に多くの声を届けようと活動しています。でここで、その代表の佐藤大河さんが映るんですね。どうするトリチウム水、若者たちが訴えるメッセージとなっております。うん、これ若者たちじゃないですよね、共産党政党専従職員が訴えるメッセージってこれつけないと正確な報道になりますよ。そうなんですよ、共産党職員の訴えるメッセージを聞いてくれと、はい、これね、民主党総裁の域を超えてる、はい、まあね、どうしてもちょっとね、若者たちという若者たちじゃない、一般の若者たちという普通の若者たちみたいじゃないですか、うん、まあイメージになりますよね、はいはい、ちなみに VTR の続きで政府主催の意見を聞く会の映像が流れ、議論が全く深まっていないと、深まってないになってますか、すみません、深まっていないことを伝えます。政府の主張を紹介し、2年後にはタンクが満杯に、処分の決定は先延ばしにできない。ここで再び高須記者のナレーションがかぶされます。若い世代の県民はこの問題をどう考えているのか。佐藤さんたちは5月から4回 JR 郡山駅前でアンケート調査を行いました。処理水の海への放出について賛成か反対かを聞いてみると、回答した73人のうち48人が反対、約 65%。 この結果になったアンケートの質問がこういうことらしいんですね。汚染水の処分を海洋放出という方法で決定することについてどう思いますか。これおかしいよこれ、ね、
これめっちゃおかしいよ。汚染水じゃないですよ。汚染水じゃないもん。汚染水を処理した水ですよ。汚染水と決めつけてるじゃないですか、うん、汚染水を処理した後の水なんでしょ。そうですそうです。これあとね、数値言っといた方がいいと思うんですけど、国際的な基準ではですね、1万ベクレル以下であれば海洋放出 OK なんですよ、はいはい、で一応東電は今その1万ベクレル以下っていう基準をさらに厳しく、自己基準を課してまして、1500ベクレル以下のものを処理水として放出する予定です、はい、であともう一個正確に言わなきゃいけないのは、今あそこのタンクの中にある水は全てが処理されてるわけではないです、はい、多分処理されてる水はね1割か2割ぐらいで、残りはね応急処置的にまずはほら排出しなきゃいけなかったんで、排出して溜めてるんですけど、当然これこのまま出すわけじゃないですからね、これテレビがなんかでもこのまま出すみたいなこと言ってるんで、こう何を遅いってなるんだろう。二次処理をする、二次処理の系統も作って、はいはい、二次処理して1500ベクレル以下にして出す、はいね、うん、でもう一回言いますけど、国際基準は1万ベクレルで、その国際基準に従って、日本近海でもトリチウム水は放出されています、はい、韓国、うん、韓国、あ、そうですね、韓国は出してますよね、韓国がもうすでにもう随分日本海で放出しているので、日本海の海の幸をね堪能された方、韓国からのトリチウム水十分混ざっておりますと、はいはい、でも特に問題ないでしょ、はい、今まで問題にもしてこなかったでしょ、はい、うん、まあまあそういうことかな。いや、そのレベルでは問題ないんですよ。まあまあ韓国は問題ですけどね、うんうん、はい、まあ、ちなみにこの代表の佐藤大河さんに、佐藤さんたちを突き動かしたのは政府が進める議論への違和感でしたという高須記者のナレーションもかぶさるということなんですよね、そしてこうです。そのデモ隊の様子、デモ行進の様子が映されます、はい、福島の復興のために一人一人に考えてほしいというね、こちらテロップ付きで、はい、高須記者のナレーション。デモには飛び入りの若者も含めおよそ50人が参加しました。参加者はラップを歌いながら行進、海に流すな汚染水、海に流すな汚染水という連呼のラップだったそうでございます。ここに高須記者のナレーションに加えて佐藤大河氏のコメントが加わります。足を止めて聞いてくれてた若い人たちもいたので、それについては成功だったかなって思ってます。それぞれ考えてもらうきっかけが広がっていったらいいなと思っています。と党の方針でやれと言われたのでその通り実行したんですが、諏訪さん見てますかっていうその心の声も反映した方が良かったですね。はい、はい、はい、これはもうね、これはね、勝つだな、これダブル、あ、ダブル、あ、そうだ、怒りケントの上に勝つですね、ケントさんは、はい、怒り情熱虎だ、ジョネさんも怒り情熱、いくら、いや、もう怒りにも NHK っぽいですよ、もう、なんでもね、若者がこうだなんだって言ってるんだけども、それがだってテロ団、だって日本ではあれでしょ、監視団、監視される公安監視、ね、監視団、団体が やってることをね、はい、若者がいかにも一般の若者がやってるかのように、ね、ういうし、はいはい、若者がやってるかのように、印象操作もいいとこですよ、これ、うん、まあ、しかし本当にジョーネさんご指摘の通り、シールズによく似てますよね、そうなんです、ラップって、そうです、そうです、あの、ね、同じような感じ、共産党 の、うん、あの、まあ、若い人、まあ、この人も若い人も30何歩なんですけど、同じ戦略でしょ、そう、もともとシールズの活動をやってた人たち、うん、あそこにこう、まあ、勝手連的に集まった共産党系の人がこれをどうもやったらしい、はい、で、それがこの佐藤さんらしいんですよね、はい、だから、まあ、ちょっとほら、流行が遅れてね、地方に行きますから、だから5年ぐらい遅れて、まあ、今行ってると、まあ、でもやったけど50人しか集まんなくて、はいはい、おそらく47、8人が関係者でしょ、動員した、はい、で2、3人なんかその一般の人がなんか間違えて入っちゃったけど、うん、この虎ノ門ニュースを見て、お前あれやべえぞっつってもう多分二度と行かなくなると思うんで、はいはいはい、みんな行くなよこれ、だって気をつけろよ、あ、ていうか行ってもいいんだけど、共産党のやつだからな、うん、共産党のやつだってこと分かって言ってくれよ、ね、それでそこだけ、ね、NHK はそれ汚染水という、うん、その汚染水じゃないからね、うん、NHK は一応処理水と言ってるんですけど、彼らの汚染水って主張、汚染水っていうところに何か、ね、シールを貼った方がいいのね、そうですね、これ間違いですから、ね、これね、ちなみに言うと、地元の漁師の皆さんとかが一番恐れてるのは、風評被害なんです、そうなんですよ、まさにこの風評を拡散する行為ですよね、そうです、福島差別ですよ、そうです、ヘイトですよ、これ、そうです、人権救済求めます、はい、最も恐れるのはそこですからね、はい、ちなみに確認ですけど、汚染水の海洋放出決定に反対しますとありますけど、決定してませんよね、まだ決定してないですよ、してない、何も決定してませんよね、はいはい、これからです、それも確認しておきましょう、うん、決定してませんからね、はい、してないと早く決定した方がいいけど、うん、そうですね、はい、その上で、はい、今日のまとめです、はい、今週のお気をすべき報道が、はい、出揃いました。ミスには、はい、はい、ダブルカツの上に逆にやっぱり、はいはい、アホにはダブルカツ、はいはい、そして常念さんの特ダネには、化けの皮にはやはりケントさんも怒りの上のダブルカツと、はい、
以上並びましたけれども、はい、ケントさん、お給はどこですか。これはね、やっぱり NHK だ。ですよね。NHK ですよ。頑張って拾ってきた甲斐がありました。はいはいはい、じゃあ NHK です。うん、NHK これですね。NHK こちらです。はい。よく乗るね、これ。今回の素晴らしい、はい、BTO は NHK にきつく出演させていただきました。ケントさん、ありがとうございました。ということで、はい、ここで視聴者の方から、はい、メールを頂戴しましたので、読ませていただきます。はい、男性の視聴者の方から、はい、いつも事実の解説をありがとうございます。メディアの嘘情報や視聴者の劣情を煽る人たちの心の中はどうなっているのでしょうか。はい、うん、私は古い人間なので、子供の頃に嘘つきは泥棒の始まりと、親からきつく言われていました、うん、メディアで嘘を言うタレントの方を含め、はい、お風呂に入っている時や寝る時に両親との葛藤はないのでしょうか、うん、それを称える視聴者もいるのも事実ですが、放送法はいつ改善されるのでしょうか、うん、という60代男性の視聴者の方からの非常に難しい問題ですね。両親はないですよ、うん、ないです。あ、というかね、彼らはそのいわゆるその常識的なものにとらわれずにこれをやることが、うん、あの使命だと思ってますから。それね、言いたいこと言ってるだけなんですから、うん、それ何とも思ってないですよ、はい、あのやっぱりその共産主義の特徴っていうのは、あの、うん、自分たちが言ってることの正当性を担保するために、うん、平気で嘘をつくってことなんですよ、うん、そうですでそれはまず、まあ、歴史の捏造に始まりますよね。そうです。例えば毛沢東がカイロ会議に参加してたかのような嘘の絵を描いたりとか、はいはい、平気でするわけですよ。それからウイグルで起こってること起こってないって言ってみたりとか、うん、まあ、そういうこと平気でしますよね、はあ、だからこれがやっぱ大きなポイント で、はい、こういうあの活動をされてる方は、まああのね、マスコミの中にもだいぶ活動家の方入ってますけれども、うん、嘘とか人騙したりとか、もうそういうこと何の良心の呵責も感じない、うん、はい、むしろ敵が悪いやつだから懲らしめてるんだぐらいの勢いでやってます。自分たちのイデオロギーを、あの進めるためには、はい、手段も問われない。そうなんです。僕もね、左翼だったから昔ね、よくわかるんですけど、ほっとくとね、はい、日程が復活しちゃうんですよ。日本帝国主義、日本帝国主義が、うん、ほっとくともうね、うん、どんどんそっちに引っ張られて、うん、軍艦の足音を聞こえまくってるわけです、でそれになったらもうひどいでしょ、それになるよりはもう今私たちが違法なことやってもこれを止めた方がマシだというね、この東欧諸国が、ナチの恐怖に怯えて共産主義を採用したのと同じロジックであいつらまだ動いてるんです。そうなんです、はい、だから私はそういうね、はい、過激な言動ね、まあその保守と言われる皆さんちょっと違いますけどね、その中でもその、はい、あの、はい、本当は右翼みたいなやつがね、偽装保守で入ってますけど、はいはい、そういう過激な言動が彼らに餌を与えちゃうよということを常に問題にしたいなというふうに思いますね、はいはいはい、ちなみにこういう女性の地元の女性の視聴者の方からメールいただいてます、はい、50代女性の方から、はい、郡山在住です、はい、浜中会津の番組見ました。おこんな偏ったデモ行進郡山の若者するかなと思って見てましたが、うん、やはりでしたか。そうです。郡山の若者はこんなバカ者ではありません。はい、そう思います。はい、そう思います。じゃあ、お怒り気味のかな。じゃあ、郡山の若者じゃないんだ。うん、まあ若者かもしれないけど、かもしれないけど、まあ、政党職員をやられてる方が中心になってますね。はい、はい、改めまして、BTO は視聴者の会のレポートをベースに問題を取り上げております。皆様も視聴者の会になられますとレポートを閲覧することができ、さらに記者会見にもご参加いただいた上で理事の皆さんの生の声をね、お伺いすることができますので、会員は無料会員と有料会員の2種類の登録方法がございます。はい、詳しくは放送法遵守を求める視聴者の会の公式ホームページをご覧くださいませ、はい、ぜひご入会ください。はい、今後ともね、はい、よろしくご協力よろしくお願いします。ちなみに毎週水曜日は、有料レポートの無料公開の日になってます。あ、はい、今月からそういう風になりましたんで。そうですか。あ、今月は先月からかな、はい、毎週水曜日はあのレポートね見れますので、うん、今回の多分このダッペのレポートはあの出してると思うんで、あ、もう早く、これはあの曜日に関係なくて非常に重要な情報なんで、ちょっと皆さん知ってほしいということで出してると思うんで、はい、ぜひちょっとあの無料登録